どうも。今回はリザーブに行くよ。新しく追加されたリザーブのタスクが、たまりに溜まってるから、アイテム漁りながら消化できたらいいなー、っていう魂胆だよ。さあ出撃。今回はお友達二人と来たよ。ここならとりあえず魔法陣部屋に行こうか。魔法陣部屋開けさせてくれー。これはお友達に先越されそう。まあ今回は譲ってあげよう。私はこのまま地下に行って、レーダーキルタスクをやりに行こうかな。なんかいいもの出た？そうか、それは残念。レーダーちゃんいるかな？いないときは全然会えないし、結構きついタスクだよな。なんかおる。一発目まで当たらなかった？てか多分レーダーだね。いやあ、上投げてるとこっち来ないで。あっぶねー。まだいそうだね。お友達もやりたいみたいだから、お友達に任せて回復しようか。他の PMC もレーダー借りに来るかもだから、油断しないようにこまめに回復しとこう。レーダーはもういない？こんなに少なかったっけ？あっちの奥とかにいないかな？おい？おおお、なんだあいつ。あれはレーダーじゃなくて PMC だ。おん？この先にもいるんか？この先一直線で遮蔽物ないから、待たれてると詰めにくいな。でもあいつのおかげで、あそこにいるのがわかったから、ありがたやー。さてどうしたもんかね。お友達が裏というか横に回ってくれるみたい。私はここで敵さんこっちに来ないようにしとこう。こういう時チームだといいよね。膠着状態を連携でどうにかできるかもしれないし。それにしても遅くない？これ3倍速だよ。は？新手か？誰だー？え？お友達？なんでこっちから？えらい遅いなーって思ったら、私の裏取ってどうすんじゃーい。迷ってるなら見え張らずに、迷ってるって言ってくれー。しかもなんでこっちに向かって撃ったのよ。でも誤射はごめんよ。ちゃんと装備隠してくからね。おおお、なんかただのスカブくんっぽいのがいるな。ほうほう、敵さんはあっちに回ったか。複数いたら挟まれそうだね。と言ってもこっちから詰めるのも、かなりリスク高いから敵さんの動きを待とうか。お互いがお互いの死角をカバーしてるから、どっちから来ても対応はできるはず。一番怖いのが両方から背乗って、一気に詰められること。でもそのやり方は、味方に誤射する可能性があるから、やらないと思う。タイミングも大事だし、かなり難しいからね。スカブでも撃ってるのかな？そろそろこっち来そうだね。ライトが見える。杭をついたのにやれなかった。お友達にヘイトが向いてるからすぐ詰めるぞ。よしよし。まだいるなー。そろそろ弾込めないとやばいね。今向いてる方の通路にいるみたいだね。先行グレか。あそこは部屋が多すぎて、
どこにいるかわからない状態だと詰めにくいし、多分待たれてるだろうし、ここはグレの出番だね。ほいさー、出てきた。あっぶねー、マガジンに数発しか入ってなかった。やれてよかった。もう弾込めないと撃てない。向こう側にまだ敵さんおるよ。詰めてこないことを願ってコメコメタイム。ここまで激戦になると思ってなかったから、予備弾もマガジンも少なめできちゃったんだよね。これじゃ足りなそうな気がするなー。お友達は手術キット忘れてきてるし、我々はリザーブを舐めすぎなんよ。まったくしょうがないやつだなー。これなにしてんの。ここだよ。敵が近くにいるのにこの緊張感のなさ。弾弾数が心もとないから、お友達の武器を借りよう。ちゃんと敵さん倒して隠すから、ちょっとお借りするね。とりあえずこれでまた戦えそうだね。お友達の準備ができたら攻めますか。こんなに好きばっかなのに、待っててくれた敵さんに感謝。よし、準備オッケー。さすがに敵さんも位置を変えてそうだけど、特に足音は聞こえないんだよね。非常に静かだ。じゃあお薬飲んで最初に敵さんがいた方向に行ってみようか。奥には見えない。お、さっきと同じ栄光弾だ。おうおうおう、伏せてたの気づかなかった。あぶねえあぶねえ。ずっとそこで待ってたのか。すごい忍耐力だ。さすがにもういないよね。とりあえず回復しよう。周囲を軽く警戒したら、楽しい楽しいハゲ取りタイム。敵の装備をそのままお店売りすると割と稼げるんだよね。今はまだ一部のものを除いて、いろいろ安いから買う分にはありがたいけど、売るときにお金あんまり稼げないんだよね。消耗品とか装備類買うと案外お金なくなってくから。あと保険代、これがタッケインスは。でも保険かけないと戻ってくる可能性すらないし、お友達とやってたら隠してもらえるかもしれないしで、毎回保険かけてるけど連続して死ぬと結構お金なくなる。あ、そうそう、この地下でお友達の装備隠す時があったら、ここがおすすめ。絶対取れないから。海とか川とかと一緒で、あそこはあれ以上奥に行けないから、誰にも取られる心配がないよ。パーティーでやってるといい隠し場所を覚えるようになって、ピースカで出撃した時に PMC の隠された装備を探すのが上手くなったよ。推理して装備探すの割と楽しいんだよね。む？誰じゃ？私の至福のひとときを邪魔するやからね。まだいそう。動きはなし。頭隠して尻隠さずの典型を見た気がした。多分スカブ君だとは思うけど、グレで泣かなかったからピースカかな。
お友達がクリアリングしてくれてる。他に足音聞こえないし、大丈夫そうだね。じゃあ再開しますか。邪魔が入ったせいで、どれが漁ったやつで、どれが漁ってないかわからなくなったじゃん。マジでクソ、マジじクソ。リザーブはピースカ君が、かなり早いタイミングから湧くから、バイザーを気軽につけれないこのご時世では、本当に怖い。こんだけ戦って全部倒せて、最後の最後でピースカ君に頭抜かれたら、心折れそうになるよね。来るなら私たちが帰った後に、残り物あさりに来て、何やらまた荒手が来たらしい。おおう、お友達を助けに行かねば。とりあえずカバンが表いんじゃ。一人はやれたらしい。あと一人、いた。冷たいけどお友達のズレガガが。よし、詰める。やれたか？やれてるね。ピースカかと思ったけど PMC か。もう持てないから君のはここに置いてくよ。もうここ一つすぎて怖いから、さっさと電源つけて帰ろう。重たい荷物背負ってなんとか脱出地点まで来たよ。出待ちがいるかもって思ってたけど、今回はいなかった、助かった。久々にいっぱい倒せたなぁ。満足満足。1万超えの経験値おいしい。お友達5社事件入れて9キル。上々だね。お疲れ様。見てくれてありがとね。